置いていく。ほんのりと言えば、俺が大学生の時週末だけバイトしてた、某ファミレス店での話をしてもいいか。24時間営業のその店では、従業員同士の霊が出る系の噂もなく、霊感があるという常連のお客さんと、霊感ありのマネージャーからたまに私生活での怖い体験談を聞くことがあったんで、その二人に面白半分に聞いてみても、この店で幽霊を見たことがない、という、 オカルト好きの自分には非常に残念な店だった。ちょうど今くらいの季節だった。深夜の人手が足りないというので、一度だけ土曜の夜7時から深夜3時までシフトに入ったことがあったんだよね。夜0時を過ぎた頃、俺と同じ大学生くらいの男5人が、ワイワイと入店してきた。カウンター席に近い、奥まったところに案内して、メニューとお冷屋を運んだ。席に着くなりそいつらは、 マジやばかったなあそこ、もう行かない方がいい。誰だよ肝試ししよっつったの、などと興奮気味に話してた。ああ、こいつら心霊スポット行ってきたなってピンと来たけど、詳しく聞かせろとも言えないので、ご注文がお決まりになりましたらお呼びください、と言ってその場を離れた。しかしこいつらは声がでかかった。客も少なく暇だった俺は、カウンターの中で掃除するふりして聞き耳を立てた。 ええ、遅くないちゃんと車ついてきてた大丈夫っしょまさか事故ってないよなメールしてみるまもなくして、細身でメガネの A、ええ、らしき男が入店してきた。おせえよ、どしたん、心配したわ。先に来てたやつらが笑いながら言ったが A は憔悴しきっていて無表情だった。俺は水とメニューを運んだ。席に着くと A はお前ら、ほんとふざけんなよ、しゃれならん。 先に行くとか、と言った。他の奴らは、ごめんって、正直待ってる余裕なかったわ、とゲラゲラ笑った。ええ、笑い事じゃない、笑い事じゃないんだよ。他、何々、笑い。俺、ご注文は注文が決まったら呼ぶ、と言って追い払われたのでカウンターの定位置へ。俺はまた聞き耳を立てた。他、ちょ、なんかあったマジ顔すんなって。 車2台あったからいいじゃん。こっち5人しか乗れんし。ええ、ついてきたぞ。ほか、お前、うんわかっ。ええ、やばいのがついてきたっつってんだよ。ええは完全に怒ってたし、先に来てた一堂に沈黙が走ってた。何か面白いことになってきた。こいつらええを置き去りにして逃げ帰ったんだ。俺はますます仕事がはかどらず、呼ばれないのをいいことにカウンターに入り浸りだった。 ええ、どうすんの、どうすんだよ、俺、車に乗せてきたかもしんない。ええは震えていた。他、乗せてきたって、建物の中で見た人影。ええ、ついてる気がする、俺に。他、爆笑、真面目に言ってんの、ちょっと、よし、シャメ取ろう、シャメ、パシャ。それまでおちゃらけていた奴らがシャメを見て叫んだ。他、マジじゃねえか、やばいやばいやばい、映っとる。 どれどれどれええ、もうやだ。するとその中の一人が A に背中を向けさせ、簡易的なお祓いみたいなのを始めたんだ。思えばそいつだけ終始、妙に冷静だった。お祓いしながら、これ聞くから、大丈夫。ここ置いてこ、な、と言って。置いていく、って、店にかよ。その時俺は、正直バカにしてたし、この後 A がどうなるのか期待でいっぱいだった。 俺は注文を取りに行くついでに我慢しきれず聞いてしまった。俺、あの、皆さん、どちらに行かれたんですか他、ああ、〇〇って知ってますあそこ行ったんすよ。〇〇とは、俺の住むところでも有名な最強心霊スポットだった。あまりにもヤバいんで、オカルト好きでも二の足を踏むような場所だ。俺はせっかくなんで、写メも見せてもらえませんかとお願いした。見ない方がいいと思うけど。 そう言いながら、もう消すからと見せてもらった。マジだった。A と後ろの窓の間にはソファーの背もたれほどの隙間しかないが、肩越しに不老者のような女がはっきり映ってた。他、シャレにならないことになっちゃって、笑い。俺は霊感もないし体験もなかったので、不思議なことって本当にあるんだなと、目の前で見届けたことに感激しながら注文を取った。怖いから朝までいると言ったそいつらは、 A が徐々に落ち着きを取り戻す頃には心霊スポットの話をしなくなっていて、朝方何事もなかったように帰って行ったそうだ。一週間後に霊感のある常連さんが来てたんだけど、俺を呼んでこう言った。お店の雰囲気、変わったよね。君の好きなお化け、ここ、店、いるよ。気をつけて、笑い。俺は愛想笑いしながら、例のお祓い大学生の言い放った、置いていく、という言葉を思い出してた。 というものの、店では頻繁に怪奇現象が起きるようになってた。斜メに映ってた女を思わせる証言も多かった。店長は霊を信じないと強がりながら、お守りの数図を手首に欠かさずつけていたが、それが弾けるように数図が切れることが何度もあったよ。そのあたりの怪奇現象については割とすごかったんだが、色々ありすぎて長くなるので今回はやめとく。ちなみに俺は、 大学生たちの件を他の従業員や客に話したことはなかったな。他のバイトや従業員、はてはお客さんまでもが、その店で昼夜を問わず例を目撃したり、怪現象を体験するようになってたのに対し、俺だけは店が潰れて辞めるまでに、何にも見えないし感じなかったことは今でも納得がいかない。